はい、こんにちは、スピーチャーテレビの時間がやってまいりました、ちょっと臨時放送ということで、朝ちょっと予告していたんですが、杉本連動さんがですね、今沖縄に来てらっしゃいまして、今占いパラダイスというところに今いらっしゃるんですけど、そこから生中継で今つない、電話というかスカイプつながっております、ということで、ね、ちょっと50分ぐらいになるかと思うんですが、ちょっとたっぷりとですねお話を聞きしたいと思います。はい、連動さん、どうもこんにちは。どうもこんにちは、小泉さん。どうも久しぶりです。本当に久しぶりですね。はい、横浜以来かな。そうですね、横浜以来。あと誰でしたっけ、シャーマン、アメリカ人のシャーマンでしたっけ。あ、ウクアラあ、ウクアラさんじゃなくてね、誰だっけ、男のアダム、あ、そう、アダムかな。はいはい、アダムが来た時にチラッとバスのところですれ違いました。あ、そうだそうだ、取りに行きたかったんだけど。テンプレートやりましたよね。はい。あれ以来、もう5年ぐらい前かな。もっと前かな。もうそんなになりますかね。はいはい。そっか。あっという間ですね。あっという間ですね。はい、あれ以来、かなり世界中のシャーマンとの関わりが多くて。はい。まあ、いろいろあったんですよ。あれからも。あ、いろいろありましたか。嫌になるぐらい。あ、そうですか、はい、私もそうですね、ちょっとシャーマンですとアマゾンの奥地行ってきまして、いろんな不思議な薬とかを飲まされましたけど。アヤワスカですか。そうですね。あ、なんだこれすごいなと思って。こうなんていうかな、こう集合意識につながる薬だなとか思いましたけどね。下痢しませんでしたか。あ、下痢はしなかったですね。吐きませんでした。あ、吐いたのは、はい、いや、ちょっとね、途中でコツが分かって、ね、あれ飲むと、なんか脳がすごい大か、すごく活性化するじゃないですか、全部体的に。はいはいはい、で、これはの、あれ、吐きたくなるのは、どうも、だ体が受け付けてないっていうサインなんだけど、ね、あと、プラス、酸素が足らないから吐こうとしてるっていう感じがしたんですよ。そうですか、うん、俺吐きまくりましたよ、うん、それで僕はね、それで酸素とにかく吸おうと、空気どんどんで、空気吸ったら治ってきて、ちょっとコツ分かって、うん、っていう感じですね。でもおかげでアイワスカのおかげで、はい、気になるんですけど、実は俺法華経とすごく縁したことに気がついたんですよ。はあ、驚いたことにね、はい、体の中に法華経が入ってきました。へえ、そういう体験をされたんですか。そうなんです。なるほど、ね、で、不思議なんだけど、あれから仏教界にかなり縁しましたよね。はい、まあ、真言密教から浄土宗、浄土真宗、法華経まで含めて、はい、かなり仏教系の人たちと親しくなる機会が多くなったよね。はい、なるほど。ちょっと頭もこう丸めてらっしゃるみたいだから、そう、お仲間と思われたとか。頭、あ、そうですね、なんか この頭がなんかどうも坊さんに間違えられるらしくて、こう親近感を持って入れるんじゃないですかね。そうかもしれない。分かんないですけど、中にはね、やっかむ人もいるんですね。あ、そうですか。一緒にいると、なんか外部の人が来ると必ず俺に挨拶しちゃったりしてね。オーラが違いますかね、やっぱり。そうなんですかね。オーラというよりも頭の光ですかね。そうっすか。そうか。なるほど、うん。まあ、そういった体験とかもされてるんですね。そっか、どっから行ったいんですか、連動さん。多分、連動さんのお話聞くと、多分50分じゃ済まないと思うんですよね。そうですかね。すみますか。そうと思いますけどね。じゃあ、第1部ということで。はい。そうですね。で、小泉さんとも本当によくしてもらったんで。あ、いえいえ、とんでもないです。はい、ここのとこちょっと連絡が取れなくて、どうしてるかなってちょっと思ってたんです。あ、どうもありがとうございます。それ引き寄せられたかもしれないですね。そうですね。ありがとうございます。ここ、1、2年は、年に、300日以上旅してましたよね。へぇ、世界中なぜか呼ばれていく。で、本当に不思議な話も実はいっぱいあったりしてですね。昨年は第3回目の長老会議があって、はいはいはい、
コロンビア行ってきました。あ、その話も面白そうですね。第3回のね、シャーマン会議が、はい、南米のコロンビアで行われるってことで、はい、行かないかって言われて、はい、まんまとその誘いに乗っちゃいまして、はい、行ったんですけど、はい、お貴族っていうのを含めて約600人ぐらい集まりましたね。は頭に白い帽子をかぶった人とかね、はい、まあ、集まって、まあ、この地球上に対してどんなふうなことをしなきゃいけないかっていう議論で行ったわけなんですけどね、はい、まあ、俺はと言ったら何したかっていうと、足をブヨに刺されましたね。あらら、8カ所以上。8カ所、8カ所以上もう血だらけの足になっちゃっていて、はあ、で、かゆいは痛いは、まあ、その中でなんかキャンプしてるわけなんですけども、はい、テントで一体テント俺はここで何してんだろうと思うぐらいひどい目に遭いました。あ、はい、でもそのおかげで鍋島家ってなんか日本のなんか名字みたいな聖地なんですけども、はい、そこに行く機会があって、はい、そこ行ってきたんですよ。鍋島家。鍋島家。で、そこは、空港から、約車で3時間ぐらいかかるって話になって、はい。で、距離が遠いんだねって言ったら、いや、24キロぐらいだって話になって、1時間に8キロしか走んねえのと思ったら、まあ、行ってびっくり。岩だらけの山道をランドクルーザーで登っていくわけなんですね。で、途中、なんか2メーターぐらいの側溝みたいな、こう、割れ目がぐるぐるあちこちあって、はあ、そこをかわしながら行くんですけどね。で、川を渡ったりもしましてね。はい。行った現代、俺をどこに連れていくんだよっていう感じだったんですけども、行ってびっくり、もうそこは天空の地みたいなところで、行く道までは全く赤土で、もう草も生えてないようなところを走っていくんですけども、もうそこはね、約2キロ四方ぐらいのところで、芝生が泡々として水がとうとうと流れてるような、嘘みたいなことですね。もうそこにいるだけでなんか体がふわーふわーっとね、なんかこう、抜けていくような感じがあって、まさに聖地って言うべきところへ、まあ行けたわけなんですけど。はい。それ日本の方のとこなんですか、それ。いや、日本人は入ったことないって言ってました。ああ、鍋島家。はい。あ、日本みたいな名前なんですね。そうですね。日本語っぽいんですよ。なんか面白いですね。はははは。まあ、まずは、まあ、そこで写真を、まずは撮っちゃいけないって話があって。へえ。でも写真撮らないとなんかちょっと取材っぽくならないんで。はい。どうしようかなと思ったら、そこに案内してくれた、マフィアっていう男がいるわけなんですけど、はい、彼はその部族の中で、まあ、今は役人をやっている、まあ、ある意味では、なんとか、出世頭みたいな人だったんですよ。その村の。はい。で、その彼が、その村に案内してくれて、まず長老のとこ行こうやって話になりましたね。で、長老に会ったんです。で、長老はね、もう90近い長老だったんですけど、はい、もう彼の肘の痛みを治せるかって話になって、もう4年も腕が上がんねえんだって話になって、うん、あ、じゃあそれはできるかもしれないなと思って、約10分ぐらいでちょちょちょっとやったらなんか腕が上がるようになっちゃって、うん、で、長老がお前すごいじゃないかって話になって、この村で何をしてもいいって話になって写真いっぱい撮りました。へえ、なんか芸は身を助けますね、なんか。なんですかね。すごいですね。あ、そういうのを持ってるとすごいですね、やっぱり。
不思議ですね。まあ、いつもその手で、まあ、ホピのオクシェ入ったりね、はい、オクシェ入ったり、まあ、あのマヤの長老とも仲良くなったり、うん、まあ、不思議なことが起きてるわけだ。はい。なるほどね。昨年は、だから、このコロンビアで大事な大会、うん、で、今年は8月について、行われる予定なんですけど、ね、スイスですか。はい。ほう、なるほど。なぜスイスですかね。組めるか締めるかなんかいるんですかね。わかんないですけどね。はい。とりあえず、来てくれって言われたんで、はい。誘われたものは全部、まあ、ノッチャータイプなんで。じゃあ行くかっていうことで、行くことは決まってるんですよ。そうか、行けるフットワークがあるのもいいですね。そうなんですよね。なんか不思議なんだけど、お金もないのになぜ行けちゃうんだろうと思うんだけど、うん、なんとなくね、行く寸前になると、行くためのなんかちょっとお金が入ってくるんですね。はい。まあ、それが本当にいつも不思議だなぁと思いながらも、まあ、無責任に行くよって言っちゃったりするんですけど、ね、はい。まあ、今年は8月行きます。なるほど。またその話もよかった気がしてください。面白そうですね。面白いですね。うん、たまにはね、小泉さんとなんか直接話したいですね、この画面じゃなくて。ああ、そうですね。まあ、直接話して、例えば取材も OK ですし、はい、東京とかね、いるときとかに行きますしね、レンドさんのとこ行ってもいいかもしれないし、はい。あ、なんか、今年は自分の仕掛けたイベントがありましてですね、はい。7月の20日、21、22と、静岡県伊東市ってとこがあるんですけども。はいはい。で、伊東市で、体会議っていうのを開催しようと思ってるんです。あ、体会議、あ、いいですね。はい。で、実行委員長が、上野健一さんっていう、ホリスティック医学協会の、はい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 。はい。副理事長をやってる人で、はい。実はこれ彼とすごく親しいんですよ。はい。で、伊豆へ帰ると、うんうん、1時に、温泉で待ち合わせしましょうって言いながら、温泉入りながらいろんなその計画を練ったりするんだよね。1時、1時、午後1時。もう1時、1時になると温泉なんですよ。ははははは。時間的にね、1時になるともう温泉で、で、温泉入りながら彼との談義になるんですけど。いいですね。もうぼちぼち連動さんさ、まあ伊東で何かやろうって話になりましたね。うん、まあ、その話の延長線上で、まあ、体会議ってやるんですけども、うん、まあ、実行委員が、実行委員長が、まあ、上野健一さんで、はい、宝石療法をやってる堀田忠宏さんっていう人が来たり、うん、あとは沖ヨガの伝承者の辰村治さんとかね。ああ、はいはいはい。あと、旧地水星の旧地さんって来るんですか。はいはい、わかります。あ、旧地さんなんかも来るんですよ。へえ、取材行こうかな。そうなるメンバーなんですよね。不思議なんですけど、はい。スピーチャーテレビで取材行ってもいいんですかね、これ。あ、ぜひ来てください。はい。なんかね、まあ、そこは、サザンクロスリゾートっていう、まあ、ゴルフ場。ああ、わかります、わかります。そっか、そっか。あ、知ってますか。あ、そうか。あ、ちょっと、僕、来てく、ミキミキさんから、取材に来てくれないかってずっと言われてるんですよ。あ、そうですか。ええー。あ、ぜひ来てください。すごくなんか、朝日が昇るのが綺麗なところって話で。あ、そうです、そうです、そうです。まあ、そこで、日の出の瞑想なんかも含めて、体会議っていうのをやろうとしてるんですけども、うん、まあ、京都から、カイロプラクターではこいつの右に出るやつはいないっていうぐらい、凄腕の岩本って男がいるんですけども、はい。で、その彼と俺ともう二人ぐらい組んで、うん、トリートメントラリーっていうのも実はやろうとしていて、ラリーするんですか。何人もやっちゃうってことですか。トリートメントラリーっていうのは、例えば膝の痛いのは、ええ、まあ俺だったらこんな風に治す、岩本だったらこういう風に治すっていうのを実際に見せて、はい、技をみんなに広げていこうっていうような目標をやろうとしてるんです。なるほどね。まあ、それをこう今企画して、まあ、進めてるんですよね。うん、面白そうだな。はい。で、8月はスイスから。
うん、それは面白そうだ。本当はね、どっかから僕も神様からね、スイスのシャーマン会議取りに行っていいよっつってお金が来たらいけるんですけどね。ああ、それちょっとか願ってると本当に来るかもしれません。神様よろしくお願いしますみたいな。なんか一緒に行ってな、なんか小泉さんと、なんか面白くなりそうですね。そうですね。前回のセットロジもなかなか面白いね、形になりましたもんね。ああ、はいはい。あと前回とか前々回とかのシャーマン会議なんですけど、その南北のアメリカが一つになるときにこう世界が変わるとかって話ありましたよね。ありましたね。あれはどういう感じになったんですかね、結局はね、なんか動いてるのか動いてないのか、その辺がよくわからない部分が実はあって、あ、はい、でもやらないよりはやった方がいいかなと思って俺の中で思ってるんですけど、あ、まあ形としてやったから、まあ仲良くなるその型ができたというか、そういう形でしょうかね、分かんないけど。どうなんですかね、まあ、見えない世界の中にどっぷりいるわけなんですけども、はい、今一つ見えない世界が分かんないっていうのが俺なんですけど。そうですね。僕も見えるのかっていうか、見えないし、聞こえないしね。そうなんですね。もう、まあ、好きだからいますけどね。まあ面白いからですね、うん、なんか好奇心の中で、はい、うん、あとやっぱりその連動さんが言うように、このお金がなんていうかな、どっか行きたいなと思うとですね、必要なところはこう用意されるという感じは確かにありますね。ありますね、ね、本当にびっくりすること、うん、いや果たして約束したけど行けるのかなと思うと、うん、なぜか行けてるんですよね、後になってみると、うん、僕もアマゾンとね、実は今度カンボジアなんですけど、タダで行かせていただくんですよ。え、カンボジア何？あ、カンボジア、アンコールワットのとこで悟りのツアーっていうのがありまして。悟りのツアー？韓国で悟ったと言っているその言われているそのマスターゲイツさんという方がいらっしゃるんですよ。はいはい。でその方あったんですけど、なかなかの人格者で、はい、で僕も話したら気に入られちゃったんですよ、結構。そら小泉さん、よかったらいっぱいね、その日本でも広めてもらったから、じゃあ T さんはよかったら来てくださいよと。でこうさあ、そう、悟りの、まあ、悟りのイベセミナーが半日分ぐらいいつもあるんですけどね。であとは観光していいよってなんですけど、そこどうぞ来てくださいって話があって、で、あと日本の方8名ぐらい連れて一緒に行くんですよ、僕。はい、カンボジア、ええ、アンコールワット、アンコールワット、マヤの4回目ですかね。マヤの4回目、はい、マヤの長老から聞いた話なんですね。俺は直接聞いてんですけども、はい、1回目は長マヤって言って、アトランティスの時代なのかな、はあはあはあ、で2回目はエジプト、3回目が、どこだったかな、で4回目が確かカンボジア、それがアンコールワットだって話をする。あ、そのマヤ文化みたいのがそこでこう根付いて、こうこの世界で場所を変えるわけですね、今度。いや、ね、びっくりしたことに、はい、彼らはシリウスから来てるっていう。ああ、はい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 。だからカンボジアはこの星に、マヤの話では4回目の時にそのカンボジアに入ってきたっていう。ああ、なるほどね。アレハンドラさんが言ってたのキャスターな、そういえば。あ、そうです。アレハンドラさんは不思議なんですけど、すごく親しい友人で、はい、まあそこまでは行ってなかったですよね。東京そこまで行ってないと思うんですけど。来るたんびになんか呼びつけられて、いつも一緒にいるんですけど、ね。はい、で、去年、おととし、アゴン州の、はい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 、はい、イベントに来た時も、帰る日までずっと一緒だった。そっか、それも面白そうだったんですよね。ピンとくれば取り行ったんですけどね。ああ、そうですね。で、その中で、まあ、俺、まあ、仏教系結構親しいんで、はい。仏
況と照らし合わせると、はい、なんか紐解けちゃったんですね。まあ、その話もね、なんかちょっと一回、こういう話したい、見たいな、なんか。あ、はい。仏教では、釈迦は7番目の仏っていう言葉があって、はいはいはい。実はその時代時代に、人々を導いた仏がいるっていうふうに説いてるんですね。はははは。で、1番目は空尊仏っていう仏が、人々を導いたっていうんですけども、うん、でもそれがニュージーランドのワイタハー族のレムリアの第一期と全く同じ時代のことを説いてるんです。不思議なんだけど。なるほどね。で、2回目がツツマシュ族とか、コピ族の人たちの話なんですけどね。うん、小泉さん、ツツマシュ族ってご存知ですか？ツツマシュ族。ツツマシュ族。はい。初めて聞きます。アメリカの西海岸に、はい、サンタバーバラっていう港町があるんですけども、はい、そのサンタバーバラのから港町から約2時間ぐらい山に入ったところに、ツツマシュ族っていうのが住んでるんですよ。はあ。で、彼らは、いまだ父の家に住んでいて、へ、結構モダンなんですけどもね。はあはあ。父をこねて、父の家に、まあ、その、こねた、家に住んでるんですけども、ほぼ、日没とともに寝て、日の出とともに起きて生活するような人たちで、すごいエコロジーな生活してるんですけども、まあ、そこに、ちょっと行ってみないかって言われて行ったんです。そしたら会うなりなんかこの長老であるタタチョっていう男がいるんですけども、ちょうど俺と同級生で、まあ62歳かな。はい。会うなりに、ファミリーって俺のこと言うわけですよ。ファミリーってやっぱり思うじゃないですか。はい。あ、この人たちすごく友好的で、誰でもファミリーって言うのかなと思ったら、全然違っていて、俺に向かって金星とブラックホールの間を巡ってきた宇宙船に一緒に乗ってたじゃないか、覚えてないのかっていう話なんですよ。そっか。俺さ、確かに俺さ、宇宙人っぽいけど、記憶にねえよって言ったらね、今に思い出すっていう話があった。面白いですね。でも、彼らが持っている絵の中に、金星とブラックホールの間に抜けて、この星にやってきたって、本気で話するんですよ。面白いでしょ？ね、でそれと全く同じ話を、コピ族がするんですよ。ん？コピ族。コピ族がするんですか？はい。ははははは。ところが、ツーマシとホビ族って、ほとんどが繋がってなくて、はい。話を合わせてるわけじゃないんですよね。それがすごく面白い話で、はい、はい。で、まあ、俺なりにちょっと まとめてみたんですけども、はい。どうも、1回目のレムリアは、確かにニュージーランドのワイタハー族が、我々が来たって話をしてるんで、で、2回目がそのスズマシ族とコピ族で、3回目がマヤの1回目のアトランティスっていうふうに結びつけると、はい、いろんなことがなんか、リズマが合っちゃったりするんですよ。これがもう面白いことなんですよね。で、各予言を持った人たちっていうのはほとんど繋がってなくて、実は俺が巡り合って、なんかこう、全部知ってるみたいな、状態になってますけど。なるほどね。だから、まあ、その話を、まあ、何人かに話したら、それもちゃんと話を、
まとめて話せっていうふうに言われて、うん、あのぼちぼち話し始めてる、うん、なるほど。そんな近況なんですよ。それはやっぱりシリウスとかそういうとこから来たとかそういうことなんですか。はい、そうです。全部がシリウスから来たって言ってます。ああ、それがこう、第1弾、第2弾、第3弾みたいなのがあるって話ですか。はい、全部で7回に。7回、はあ、はあははあ、で、1回目は、今さっき話したように、ニュージーランドのワイターハズクが1回目来てる。で、よくプレイヤーですから来たっていう話をする人いるじゃないですか。はいはいはい。彼らの話によると、シリウスからこの星に来たときに、この星がまだ幼くて、うん、入ってこれなくて、うん、プレアディスで時期を待ったっていう話なんですよ。ほう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 。で、一部入ってしまった人たちは、人なのか生物なのか、ちょっと解目検討がつかないんですけども、うん、入ってしまったものは、イルカに姿を変えてこの星に住んだっていうふうに、激な顔してるんですよ。はい。で、2回目は、だから、スズマシ族とコキ族で、うん、まあ、この、1回目、2回目のレムリアの人たちは水の精って言って、水の、なんか、妖精的なものらしいんです。うん、で、3回目が、あの、前の1回目で、うん、こっから、あの、プレアディステーダンになんか、たびたび寄ってくるんで、石の部族っていう。立てるんですけども、うん、元はシリウスかららしいんです。うん、まあ、そんな話らしいんですね。はい、で、計、5回目が、今で、2012年に、また新しい世界がやってくるっていうのが、この2012年。うん、ということは、また2012年以降に、シリウスとかから、こう、大量移民があるってことですか。まあそういうふうな話らしいんでね。だからまあその辺のところは、あの細かく言うのはちょっと、前のチョロなんかは避けてるんですけども、はい。3日間の暗闇のうちに新しい時代がやってくるっていう、はい。話があるじゃないですか。はい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 。どうもそんな話らしいんです。なるほどね。まあそんなさなかで、今年も8月は、まあ、スイスに行くわけなんですけど、はいはい、スイスでそういう話をするんですかね、わかんないけど、どんな話になるんですかね、なんかよくわかんないのが、うん、でもスイスの山奥らしいですね。へえ。あのテントと寝袋持ってこいっていう話だったんで、かなり登るみたい。日本から持ってくんですかね。そうですね。まあ、あの、そういう旅はちょっと慣れてるんで、はい。まあ、あの、これにとっては大した問題ではないんです。ああ、なるほど。そっか。まあ、年間300日旅していて、はい。50日ぐらいは野宿ですもんね。そうですか。はい。そっか。相変わらずこんなことやってます。頭が下がるな。還暦超えてね、こういう生活ってなんですかね。よくわかんないですね。あ、でもなんか顔の表情見るとすごく若く見えるとこもありますよね。あ、それは頭の中身が若いからね。ああ、頭の中身が、ね、あんまりないから。いやいやいや、そんなことないと思うんです、うん。なんか第一線で活躍されてすごいなと思うんですけどね。まあ、大戦なのかね、本当にね、なのかよくわかんないですけど、うん、まあ、とりあえず、縁があったところには、あの、うん、返事しちゃうんですよね。行きますとかね。返事を、ついしてしまうんですよね。はあはあはあ、なんかこう、スイスで、チョロ会議やるんだけど、来ないって言われると、あ、行くとかね、うん、軽く返事しちゃうんですね、なんかね。うん、だからまあ、巻き込まれちゃう感じがある。はい。行けた、まあ、行けたいな。ああ、行きましょうよ。思っとこう。とりあえず思っとこう。行きましょうだけ。そうだったら行こう。うん。はい。チューリッヒから車でに何時間かっていう山奥らしいんで。うん。で、そこからまたなんか歩きで、
行くらしいんですけどね。うん、まあ、あの、楽しみのような、不安なような。はい。まあ、でもワクワクしてます。ああいうところでやっぱな、どういう言葉で喋るんですか、皆さん。まあ、第1回はペルーでやったじゃないですか。で、その時は英語とスペイン語で、もう本当にあっちでもこっちでもなんか、あの、トランスレーターがいて、はい、あの、訳しまくってるんですよね。それで不思議なんですけどね、俺1回目から参加してるんですけど、実は祈りはどうやってやればいいのか分かんなかったです。まあ、だから俺の役割何なんだろうなっていつも考えてるけども、まあ、でも俺は、あの、集まった長老たちの膝の痛みとか腰の痛みとか肘の痛みとか肩の痛みを、次から次へと取っていくのが俺の仕事みたいなんですよね。はあ。なるほどね。だから、去年、おととし前の長老が来たときに、その私に言ってくれたのは、やっとお前の言ってることが分かったって言ってくれましたね。うん、それまではなぜお前は祈らないっていう、結構責められたんですよ、俺。うん、でも俺、祈り方知らなくて、普段やってもいないのにあの祈り上げるのは、なんかちょっと失礼ってちょっと思ってるんです。うん、だから、うーんってうやむやしてたんですけども、おととし来たときに、あって、やっぱりお前の言ってることが、やっと分かったって話になって、うん、あの、祈るには、祈るための健全な体が必要だったって言われて。ああ、なるほどね。あ、そっちに行きましたか。なるほど。やっぱり、この体がね、うん、超宇宙じゃないですか。はい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 。その小宇宙を理解してなくて、祈りもねえもんだって、だから、ところが、その時に、京都で言ってくれたの。なるほどね。ああ、それは、スピーチャーでも時々言われますよね、それね。あ、言われますか、やっぱり。あの、本当は健全なる肉体に健全なる精神が宿るって言葉があったじゃないですか。あのギリシャですか、ローマですかね、あの言葉があって、あれはやっぱそういう意味だと、うん、つまり体がいいから健全な意識が、その宿るってんじゃなくて、うん、まあ、健全なその精神状態をやっぱり保っておくために、やっぱり体をきちんと整えておかなければいけないっていう根底があるっていうことみたいですけどね。ああ、実は俺もそう思っていて、まずまず体から行こうやっていうのがね、うん、考えてるんですよ。あのスピコンやっててね、ちょっと同じような例があって、そのカウンセラーさんとかも多いじゃないですか、スピコンの場合。だけどそれは言葉でのいろんなこう、まあ、なんていうかな、癒しだったりするじゃないですか、癒しだったり説明だったりとかするんだけど、はいはい、体がボロボロな下にそれやってもですね、ダメなんですよ。そうですか、やっぱり。あの効果が、あのその体がボロボロの人っていうのは、もう体にも症状が出ちゃってしまっているから、はいはい、心だけの問題の人よりもっと悪化してるわけですよ、ある種。うんうんうん、だから痛いだとかいろいろあれば、はい、あとどっか調子が悪いとかあれば、それは先に治してやって癒してやって、その後に喋ってあげないとダメなんですよ。ああ、小泉さん、俺も実は同じ意見なんですよね。うん、だから本当にその癒しては大切で、うん、そのベースを作る人ですからね。そういう方々がいないとやっぱりダメなんですよね。と思うんですよね。だから、うん、まあ、あの、だから2年前にその京都にあのドン・アルハンドラさんが来た時も、はい、そんな話をしていて、うん、まあ、今回はあのガテマラからあの医者も連れてきたし、うん、養蜂家、あの蜂を育てる、はい、なぜ養蜂家なのかってちょっと思ったりもしたんですけど、はい。プロポリスとかそういうことかな、わかんないけど。ねえ、不思議なんですね。あの、はい、蜂、まあ話はちょっと取れますが、はい、蜂のなんか一日が、あの人間のなんか一生分のなんかの縮図らしいですね。はあ。それでなんかあの、蜂がいなくなった時にはこの地球上が危ないっていうふうに言われていて、うん、今北半球はかなりその蜂がいなくなって、
ってきたらしいんです。あ、そうですね。聞いてます。で、それで、なんか、養蜂家出てきて、原因が出てきたら、分かるかもしれないってことで、まあ、その時に養蜂家も出てきたんですけど、はい。でも彼の話はすごく面白くて、うん、だから、蜂の生態系をもっと見るべきだっていうふうに言われて、うん、で、蜂が住みやすいような環境をやると、人間の環境も崩れることなく、維持できるっていうのが、まあ、彼の持論だったんですよね。ああ、なるほどね。それはなかなか面白いなと思った。はい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 。なるほど。ねえ、なんか、ちょっと気象状況もなんか怪しくなってきて、昨日の筑波の竜巻なんかも日本では考えられないような気象状況だったんですね。はいはい。3日ぐらい前ですか、伊豆の、いつも俺が登っている、その、聖なる山があるんですよね。はい。まあ、そこに、幻の池って言って、一晩のうちに池ができたり、なくなってしまったりするような池があるんですよ、ね。朝登ったら、びっくりすることに、4メーターぐらいの深さの池になっていて、はい、一体なんだこれ何が起きてんだろう、ちょっと不気味だったんですよね。うん、で、まあブログにも書いたんですけども、うん、なんか友人がなんかね、本当に力を発揮してんのかなってちょっと思ったんです。うん、4メーターすごいな。はい。4メーター、ちょっと考えられないですね、今まで。そこにはもう二十何年以上、時間があれば必ず登る山で、はい。せいぜい行っても1メーターぐらいの深さの池なんですよね、普段は。でも今回4メーターあったので、ほんとびっくりして、うん、何が起きてんだろうってちょっと思ったんです。龍神はどうも風の龍神と水の龍神があるんですけども、水の龍神がなんかどうもかなりこう猛威を振るってるっていうか、で今さっき言いましたように2階のレムリアは水の妖精の時代で、マヤの5階は石の時代なんですけども、うん、5回目が終わると今度また再び水の世界の水の性の時代が来るっていうふうに言われてる。だから去年一昨年の11月だったかな、来年は水の事故が多いよっていう話を、まあ、その時してたシャーマンがいて、うん、で日本にすごく大きな水害があるっていう、まあその時言われて、だったら祈りでかわしてよなんて思ったんだけど、うん、ただね、年が明けて3月の11日の津波が来て、はい、あ、これかなと思ったんですけどね、うん、で、去年の8月だったっけ、7月だっけ、奈良県の十津川村なんかも水で相当やれたじゃないですか。はい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 。まあ、それも含めて、うん、まあ、今回山上がったら水がまたドーンとあったんで、うん、いやー、本当の意味で水の世界が来てるのかなってちょっと思ったので、うん、なるほどね、うん、シャーマンってのは面白いですね。こう、まあ、予言っていうのか予知っていうのか分からないんですけど、まあ、うっすらとはこう出しますよね。うっすらうっすら出すんですよね、なんかね、うん、そういう感じがしますね。だからなんかなぜかね、世界シャーマン会議で日本代表になっちゃってるんですけど、いや、日本代表じゃないですか。なんでと思うんだけど、まあまあ、その中でね、よくシャーマンって言うとみんながみんな情実使ったり
予言を持てたりっていうふうに勘違いしちゃう人いるんですけども、実はあのシャーマンっていうのは3つのタイプに分かれてるんですよね。で、1つは呪術って言って、呪いとか、諸々祈りので、要するに、あの、人の具合をこう、調べたり、なんか村の具合を調べたり、もしくは、あの、農作物の適不適をこう予言したりっていう、そういうのを言うんですけども。で、二つ目は、あの、語り部って言って、あの、マヤの長老ドン・アラサンドラみたいに、あの、昔からある、その、伝説を一語一句伝える人たちがいる。なるほどね。で、三人はメディソンマンって言って、薬草を調合したり、その体の具合を良くしたりするっていうのが、はい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 。だからどうも、あの、周りのシャーマンに当てると、俺、そのメディソンマンの役割みたいな。うん、ああ、そうですよね。そうなりますよね。だから、中には、この地球はどうなりますかなんて俺に真剣に聞くけど、分かんねえよっていつも答えちゃつけたい。そうそう、その種類の説明しなきゃいけないですね。そのためになんかちょっと説明しなきゃならないってなるんですけど、うん、メディスンマンだと言えばいいんですね。うん、私はちょっとメディスンマンの話をしなきゃいけないですよね。うん、だからまあ俺の役割はちょっと体の治し方を教えるだけだよなっていう、まあ、そこでちょっと逃げたりして、うん、なるほどね。まあ、そんな感じで最近ははい旅してます。まだ面白いですね。あの、そっかそっか。あと連動さんの連動塾ではやっぱどういうのを教えてるんですか。ちょっとまたあと10分ぐらいしかなくなっちゃったんでとりあえずそこ触れとかないといけないかなと思って。ああ、そうですね。連動塾は基本的に、はい、自分の体は自分で治すっていうのがあのまあ基本的な教えなんですね。はいはいはい。で、天霧湯治法っていう、まあ、もともとはその温泉療法で生まれた療法なんですけども、うん、まあ、昔は、湯治って言って、体の具合がある人って、温泉使いながら自分の体を治したりや、はい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 。で、それを、こう、近代的に、まあ、3日とか3日で自分の体を、こう、治していきましょうっていうのが俺の考え方で、うん、まあ、今さっき言ったように、基本的には自分の体は自分で治すっていうメソッドなんです。うんうんうん。でもそのメソッドがなんかやたらなんか効果が出てきて、はい、で最近はっていうよりもこの1年半で弟子が実は400名超えたんです。おお、なんか支部がたくさんあるように見えたんですけど、はいはい、資料ものすごくあって、はい、でここあの整形外科医とか理学療法士とか、はい、あの西洋医療の資格を持った人たちがかなり弟子になってくれましたよ、ね。へー、まあ、これをのメソッド、このメソッドを手に入れることによって相当にあの治療のやり方も変わって、うん、すごく治せるようになりましたっていうようなあのドクターが多いんです。はい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 。不思議ですね。なんかあの全く資格のない療法なのに、うん、あの本当に資格のある人が、こう、弟子になってくれて、うん、まあ、指導者育成みたいなのを3日間でやるんですけども、うん、やり終わった後に、やっと、それも15年も、ドクターやってた人が、やっと分かったっていうふうに、言ってくれたりするんです。で、まあ、ここ来て、医療関係とも一緒にタイアップして、まあ、例えば、線維筋痛っていう痛みでは、本当にナンバーワンと言われている痛みがあるんですけど。何痛ですか？線維筋痛っていうね、風が吹いてだけでも、その全身が痛むっていう痛みがあるんですよ。はははは。で、それのなんかちょっと、こう、メカニズムがなんか、偶然、あ、こうじゃねえのと思ったのが結構ヒッティングして、はい。11人、まだ11人しか巡り合ってないんですけど、はい、11人はかなり良くなるんですよね。はあ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 。で、それも、まあ、ある意味では、そんなにわけないことで、う
おへその左側をほぐすのと、左側の肩甲骨をほぐしただけでかなりの痛みが取れるっていう。へぇー。だったんですよね。体のバランスの問題なんですか、じゃあ。いや、どうもね、そこに滞りがあると、はい、神経になんかそういう作用してるらしくて、うん、まあ、俺なりの理論をまあ作ったわけなんですけども、うん、それがあの思いつきの理論なんで、うん、どうなのっていう、まあ、思ってるんですけども、あの、うん、学習したドクターがこれは嘘みたいだけど当たってるかもっていう話になって、うん、現にこの方法をやるとかなり良くなるっていう、まあ、すごいあの、うん、なんか実績が出てきてしまうんで、うん、まあ、そんなことを実はやってるんです、うん、やっぱメディスンマンですねでも今、これを、うん、その特殊な目に見えない形じゃなくて、あのしっかりとしたその理論を実はなぜか作ってしまって、あ、はい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 、誰でも分かりやすく誰もができるようになってます。へえ。お医者さんもこれだったらあのちゃんと協力一緒にできるよっていうふうに言われていて、うん、風貌が怪しいからなんかあの見えない力をみんな使うっていう勘違いした部分があって、うん、実際あの話してみたりやってみたりすると、あれ理論があって誰でもできるようなことだったんですねって、うんうんうん、話は実はリンク広がっててですね、うんうん、それであの最近ではあのドクターが何人か受けてくれる方、うんうん、反対にそのドクターがなんかあの理論的にこう説明してくれたりするんで、まあ、最近ではあのちょっと楽になってきてる、うん、あのなぜだか分かんないけど良くなんだよねっていうのはドクターが入ると、実はこの筋膜とこの筋肉をこういうふうにあの緩めて、うん、あの骨膜と何とか何とかって全部理論つけてくれる。うん、なるほどね。そんな感じなのがアマギリトジホなんですけどね。うん、いや、すごいですよ。いや、まあでも今なんていうかな、東洋だとか西洋だとかそのシャーマンだとかこうジャンルの違いを言ってるわけで時代ではなくて、こう治ればいいわけだしね。あ、そうですね。うん、ね、困ってる人は実際にいっぱいいるわけで。はい。はい、まあ、だから特殊な世界じゃなくて、うん、もう本当にこれがスタンダードになるためにどうすればいいのかなっていうのはやっぱり考えていて、うん、これは広くこうどんどん手法、うん、手法もあのインターネットとかそういうんでどんどん広げてしまおうって今思っていて、うん、現にあの YouTube かなんかで、4つ、首の痛みとか腰の痛みとか、あの、肩の痛みは YouTube で流してるんですよ。はい、これをどんどん今広げていって、うんうんうん、誰もがそれをこう、手に入れられるような形に、うん、あの、していこうってちょっと考えていて、うん、で、まあ、医療法人と一緒にそれをやりましょうっていうふうに、まあ、向かってます。うん、いいですね。一回会って、なんかちょっとね、小泉さんのこと、なんか一緒になんかやりたいですね、なんか。そうですね。っていうのは。はい。やりたいですね。本当体のやつをもうちょっと興味あるから、体のイベントですか、なんだっけ。体会議っていう。体会議。はいはいはい。まあ、そこにあのメディテーションとか瞑想とかそういうのも入れたりもするんですけど、はい、これホームページとかできてます？もう、ウェブサイトはこれから作ります。はい、じゃあちょっと待ってれば見えますね。はい、それで、今回は静岡県とか、伊東市が行政絡みでほうイベントを仕掛けてるんですね。うん、いいですね。うん、だから時代が時代みたいですね。まあ本当時代が時代みたいですね、本当に。なんかやっぱり私たちから言うと、まあ、パワースポットっていうのがあのなんていうか観光案内所のパンフレットに載ってるのは普通になりましたからね。そうですよね。うん、まあそんな感じで今年もまたギリギリまで動かなきゃなんないかなって感じなんですけど、はい、なるほどね。
ね、横浜のスピコンで出してる時も、藤村さんね、体やってくれると嬉しいんだよねって言ってましたもんね。ああ、そうです。そうなんですよ。だからそれはやっぱりさっき言った、ね、やっぱり心と体は密接につながってて、体がボロボロだと心までいかないんですよね。あの頃、その体の方が大事だよなんていうスピコンのなんか主催者ってちょっと面白かったですけどね。だから今はもう本当にこの時代が来た感じがありますよね。はい。時代だな、本当に。まあ、なんか生きやすくなりましたね、僕もね、すごく今。あ、そうですね。うん、なんか、まあ、そういった意味では、まあ、一緒に、なんか、協力しながら、はい。やったらいいなって。よかったら、体会議もスピーチャーテレビで宣伝しますよ、いっぱい。あ、よろしくお願いします。チラシとかできたら、それをスピーチャーテレビのね、毎回、放送前とかで流すとこともできるんで。ありがとうございます。はい。本当に時間的にはまだ大丈夫なんですけど、はい、今、まあ、急ぎなくてゆっくりいただければいいと思うんですけどね。わかりました、はい。この1週間以内にチラシができる予定なんで、はい、また送らせてもらいたいと思います。はい、じゃあそろそろ時間みたいなんで、今日はちょっと短い、もっとお話聞きたいんですけどね。そうですか。短くて恐縮なんですが、また話したいことは、聞いてきたいことはいっぱいあるんですが、またぜひ次回とか、またやればありましたら、来ていただければと思います。よろしくお願いします。はい。まあ、これがまた縁のあれですね。勝手ですね。はい。よろしくお願いします。じゃあ、ぜひまた来てください。どうも、失礼いたします。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。どうも、失礼します。どうも。